2006年に向けた新たな戦いが始まりました。ドイツワールドカップヨーロッパ予選グループ7、注目のスペインの初戦、ボスニア・ヘルツェゴビナとの対戦です。現地ボスニア・ヘルツェゴビナは9月の8日夜8時を回ったところ、ゼニッツィアのビリノポリーフェスタジアムです。この試合の解説は宮澤ミシェルさん、実況栗田晴之でお伝えしていきます。そのスペインが入るグループ7、グループ7、スペイン、ベルギー、セルビア、モンテネグロ、ボスニア、ヘルツェゴビナ、リトアニア、サンマリノ。宮澤さん、はい、FIFA のランキングを見ますとそれほど高いチームはないんですけれども、しかし実力はこれだけじゃありません ね、 うん、ベルギーも強いですしね、この両チーム同じ国、元同じチームね、はい、だった国もありますしね、はい、難しいリーグだと思いますね。セルビア、モンテネグロとボスニア、ヘルツェゴビナはもともとは同じ国同士、はい、まあ、その同じ国だった両チームが戦うというのも一つこのグループの見どころかもしれません、うん、難しさになってくると思いますよ。スペイン、そしてボスニア、ヘルツェゴビナにとってもこのワールドカップ予選の初戦ということになります。まずスペインの国歌が流れます。スペインは8大会連続12回目のワールドカップを狙っています。一方のボスニア・ヘルツェゴビナの方は初めてのワールドカップを狙っています。分離独立以降3回目のワールドカップの予選の挑戦ということになりますボスニア・ヘルツェゴビナ、そのスターティングメンバーです。左サイドバックのムシッチはイタリアでプレーしています。モデナでプレーしている選手。サリハミジッチはドイツのバイエルンミュンヘンにいます。さらに9番のキャプテンのバルバレスはハンブルガー SV で高原との同僚です。左サイドの11番のバリッチはかつてレアルマドリードでプレーした経験を持っています。7番のセンターフォワードのボリッチはライオバレカノで3シーズンプレーの経験を持っています。一方のスペインです。ゴールキーパーはカシーリアス、センターバックにはイヴァン・エルゲラ・プジョル、左サイドバックにはラコルーニャのロメロ、右サイドバックにはミシェル・サルガド、バレンシアコンビがボランチ、左サイドには若いビセンテ、右にはベテランビクトル、そしてラウルと21歳になったばかりのレジスという2人の組み合わせになりました。スペインの今日のスターティングメンバーです。宮澤さん、はい、まあ、スペインの場合には、はい、毎回国際大会で期待されながら思うような成績を残していない、ちょっとそういうことが続いてますけどもね、メンバーもあまり変わりませんしね、まあ、今日9番のレジスが、ね、入ってるんでそこはちょっと楽しみにしてるんですけどね。先日 の、 あのヨーロッパ選手権でも結局優勝候補と歌われながらも1次リーグ敗退と、そういったところですよね、いうことになってしまいましたし、あの2002年のワールドカップでも結局準々決勝で韓国に敗れるといったことで、なかなか優勝候補から脱却できないでいます。さあキックオフです。
白いユニフォームがボスニア・ヘルツェゴビナです。3番は左サイドバックのロメロです。2002年のワールドカップの代表選手。前線出してきます。上がったディフェンスラインの裏を狙ってきます。いいクロスが入ってきた。シュート、立ち上がり早々のボスニア・ヘルツェゴビナのシュート。いやー、でもいいとこ入り込みましたけど ね、これスペインディフェンスラインがオフサイドトラップをかけた後でしたよね。そうですね、あの一発で裏やられて危険な地点に入り込まれましたよね、はい、最後11番のバリッチは現在トルコのガラタサライでプレーしていますけれども、あのかつてレアルマドリードでね、はい、プレーした経験を持っています。たくさんの選手が本当に国外でね経験してるんで、非常に実力はあると思いますね。スペインのゴールキーパーはおなじみのカシーリアスです。2番エルゲラから9番見えたのが先ほどバルバレスです。10番はビクトル、デフォルティボ・ラコルーニャ。立ち上がりからやはりホームのボスニア・ヘルツェゴビナが宮澤さん非常に積極的に来てますよね。そうですね、非常に前から来てますし、ボールを奪うということでね、こういったところも厳しいですね。7番はラウル、ラウルがこのところアチャンスになります。左サイドから最後行ったのはビセンテ、ビセンテがこれ噛み切ったんですね。いましたね。そしてボスニア・ヘルツェゴビナの10番はサリハミジッチです。ドイツのバイエルン・ミュンヘンでプレーしています。ここでプレッシャー行ったのがレジェス、さらにビクトルのプレッシャーをかいくぐります。いい形でスペインがボールを取りました、うん、バラハが上がってきます。10番はビクトルがシュートだった。結局ビクトルがゴールを狙ってきました、まあ、クロスボール上げるふりしてね打ってきましたよね。このビクトルも久しぶりの代表復帰ということになります。まあ、スペインの場合にはルイス・アラゴネス監督が率いていますけれども、はい、7月に就任したばかりなんですよね。ビクトルを使うか、またバレロンをね今機会に入ってますけども、はい、どっちを選ぶかというのもね、これ一つチームの鍵になってくると思うんですけどもね。今後右サイドバックはこの2番のミチェル・サルガドです。さあフリーキックはボスニア・ヘルツェゴビナ。立ち上がりから非常に積極的な攻撃が目立つこのボスニア・ヘルツェゴビナ、フリーキックのチャンスを掴んでいます。バリッチがふかっと開かせてきて、プレッシャーかかります。結局スペインボールです。早く始めます。裏のスペースに出します。10番のビクトル、トラップがミスになりました。11番がバリッチ、もう早いプレッシャーですね。8番のバラハ、まだ試合始まって特にグループ初戦ですしね、戦いの要素というのが前面に出てますよね。このセンターフォワードの7番のボリッチなどはスペインとは早い時期に当たってよかった、スペインよりもコンディションがいい状態で試合に臨めるんだという話をしているそうですけれども、ここのところ良くないですもんね。スペインは親善ゲームでも9月の3日にスコットランドとゲームをやって1対1の引き分け、まあ、途中であの雷雨と停電で中止になったゲームですけれども、はい、ただ監督のコメントなんかを読んでると非常に良くなかったっていうねこと書いてありますよね、はい、バンエルゲラとプジョルがセンターバックを組んでいるスペインです。左サイドバックがロメロ、左に開いていたディセンテから9番見えたのがレジェスです。レジェスとラウルという2トップにしてきましたスペイン。5番のこのバイッチはセンターバックのプレイヤーです。セルビア・モンテネグロでプレーしています。さらにアルベルダがボランチ、前線のラウルにはつながりませんでした。7番のボリッチ、バラハ、左サイドへのボールですけれどもミスになりましたスペイン。
細かくつなごうという意図は分かるんですけれども、そうですね、ちょっとミスになってますよね。あとスペインのディフェンスラインが先ほどあのオフサイドトラップをかけようとして裏をこう取られた場面がありましたよね、はい、まあ、コンパクトにしようということで、まあ、お互いの共通理解で、ね、やってるんでしょうけども、ちょっと裏取られましたね。4番のスパヒッチです。右サイドバックのサリハミジッチ、ドイツのバイエルンミュンヘンでプレーしています。アルベルダから後ろに下げてカシーリアス。なかなかまだスペインはラウルやレジェスがいい形でボールに触ってこない。レジェスです。プジョルが行きます。バラハ、あっとファウル。バラハもこれ噛み切ったんですね。切ってますね、バラハとビセンテが頭をかなりこう短くしました。ちょっと見間違えないように気をつけないといけないですね、我々もね。立ち上がりまだスペインはラウレやレジェスに宮澤さんいい形でボールが入ってきませんね、まあ、あの中盤で非常にあのボスニア・ヘルツゴビナの方が、ね、プレッシャーがきついんでね、なかなか自由に出させてもらってないですよね。先ほど見えたのがスリシコビッチ監督、ボスニア・ヘルツゴビナですけれども、盛んにあの大きな声を出しています。あ、これもミスになりました。やっぱり後ろからプレッシャーかかってきてますもんね、はい、右サイドを使ってきます。エシュリア、バラハ、11番バリッチ、6番のミシモビッチが上がってきた。ミシモビッチのシュート、ちょうどこの6番のミシモビッチがどうやらこれ3トップ気味に入ってくるボスニア・ヘルツェゴビナのその後ろ側にいる選手です。バイエルンミュンヘンからボーフムに今シーズン移籍することになりましたミシモビッチ。非常にあの立ち上がりインターセプトして後ろから取った選手はそのまま上がってくるっていうところでね、いいディフェンスできてますよね。この辺りもボールへの寄せが非常に早いんですよね。非常に高い位置でプレッシャーかけてますね、はい、ということは宮澤さん、かなりスペインがそのプレッシャーに今戸惑っているような感じがあるんでしょうか。そうですね、背後からプレッシャー受けてなかなかボールを前に運べないっていう状態になってますよね。11番はビセンテ、左サイドの中盤の選手です。左サイドバックのロメロに預けます。あっと激しい、非常に激しい、ラウルが倒されています。ここもファールは取りません。今日はイタリアの出身のデサンテさんです。いやようやくここで笛ですね。あ、9番のバルバレス、ハンブルガーではこれあの高原とあのフォワード争いをしている選手なんですが、そうですよね、この代表ではあのボランチに入ったりあるいはあのセンターバックに下がってるんですよね。引いてますね。非常にテクニックある選手でよく前線でね本当にプレーしてますけども、ただあの2000年2001年のシーズンにはあのブンデスリーガーの得点王にもなった選手なんですが、はい、このボスニア・ヘルツェゴビナの代表では、まあ、ボランチに入ったりセンターバックに入って、まあ、ディフェンスに回る機会が多くなっています。このあたりも面白い構成ですよね。それだけあの攻撃のタレントがいるということでもあるんじゃないでしょうか、うん、かつてあのカメルーン代表などでエンボマがあのボランチに入ってたこともありましたけれどもね、うん、今ボールに触ったのがバルバレスです。まもなく前半の10分になってきます。ラウルが前向いてっていうの、うん、ないですよね。ないですね。スペースもあのきっちりね4人のディフェンスライン埋めてますしね、で中盤もいいプレッシャーかかってますよね、うん、11番大きく手を挙げているのがバリッチです。99年あのフェネルバフチェから当時史上最高と言われた22億3000万円ほどでレアルマドリードに行ったんですが、結局あの膝の故障などで11試合しか出られませんでした、
ですから、まあ、スペインに対する思いっていうのもかなり強い選手だと思うんですよね。まあ、自分を見せてやるっていうぐらいでね、気持ちで来てると思いますよ。スペインボールになります。11番はビセンテ。プジョルが蹴ってきてゴール前、ラウル。9番のそのバルバレス。4番はセンターバックのスパヒッチ。7番のボリッチが流れている。スピードがあります、ボリッチ。ゴール前に入ってきたのがバリッチ。まあ、ここは6番のイヴァン・エルゲラの対応です。イヴァン・エルゲラ、ビセンテに当てて、ロメロ、バラハ。しかしこの辺りでプレッシャーかかってくる。なかなか前向かってもらえませんね、スペインが。うん、そういうことだと思いますね。ここでも追いかけてきます。右サイドバックに振ってミセル・サルガド。前にビクトルがいます。引いてきてレイジェス、ミセル・サルガド、さらにアルベルダ。プジョルが上がってきます、センターバック。アルベルダ一旦引きますが、ようやくここで前線にボールが出ます。いいトラップですね。11番のバリッチです。そのバリッチに対するファール、まあ、ビクトルはシミュレーションじゃないかというアピールですけれども、ね、まあ、うまいフェイントで抜けてますよ。久しぶりの代表復帰になりましたビクトル、ラコルーニャの選手です。ボスニア・ヘルツェゴビナの方はシュートがありましたけれども、スペインはあのビクトルがクロスと見せかけたシュートがありましたけれども、はい、それ以外あのボスニア・ヘルツェゴビナのディフェンスを崩すというような攻撃がまだ1回もありません。うん、まだ形がね、あのサイドも中央もできてないですよね。うん、トップにほとんど今スペインボール入らないでしょ。はい、これはボスニア・ヘルツェゴビナのディフェンスにやはり出所を潰されているってことなんでしょうか。そうですね、前を向かしてもらえてないし、サイドの選手もぴっちり背後からプレッシャーを受けてますしね。いいディフェンスしてると思いますよ、ボスニア。両チームとも中盤の激しいディフェンスになっています。ムシッチからのボールです。イタリアのモデナでプレーしているムシッチ。こちらがスリショコビッチ監督です。45歳です。2002年から監督になっています。こちらがルイス・アラゴネス監督です。イニャキサエス前監督が、まあ、突然辞任をして、まあ、その後7月1日に就任したばかり、まあ、かつてはアトレチコ・マドリードを率いてリーガ・エスパルニョーラの優勝の経験を持っています。非常にあの厳しい監督さんでね、はい、宮澤さんもあの会ったことがあるそうですけれども、まあ、あの練習をねあの見に行ったことあるんですけども、カネリの選手大きな声で怒られてましたね特にディフェンスに対してね、あの選手にも代表選手にもやる気がないやつはもう代表に来なくていいんだってことをはっきり言うそうですね。これからどういうあの色になっていくかこのチームが楽しみですけどもね。66歳という年ですけれども、シュート練習でも自らゴールキーパーに入るそうです。うん、僕守備練習の時に監督さん自らドリブルしていって、その時の周りのポジションっていうのを、ね、修正させてましたけどね。あ、そのルイス・アラゴネス監督が率いて3試合目ということになります。このゲームです、スペインのワールドカップ予選の初戦です。クロスが入ってきます。飛び込んできたのが8番ベシュリア、ベルギーのゲンクでプレーをしている選手です。まもなく前半の15分になってきます。ただこの立ち上がりは宮澤さん、ボスニア・ヘルツェゴビナが押している展開になってますね。はい、そうですね、いい守備して速い攻撃でうまく相手陣内に入っていってますよね。スリシコビッチ監督もスペインは手の届かない相手ではないんだっていう話をしているそうなんですけれども、まあ、ここまではあの逆に優勢に戦ってますよね。特にあの監督などが気にしていたのがフィジカルが絶好調のレベルまで達していない、ですからチャンスがあるんだというふうにあのボスニア・ヘルツェゴビナでは話しているそうですけれども。上がってきた6番のミシモビッチ、こ
こぼれています。11番バリッチのシュートだ。左サイドから左利きのバリッチが上がってきてのシュート、いい形を作りました。ボスニア・ヘルツゴビナ、ラウルが引いています。そのラウルが落とします。バラハのところでプレッシャーかかります。2番のグルイッチのディフェンスです。ドイツのケルンでプレーしている選手です。左サイドを使ってきます。いいボールでしたね。バラハゴール前にビクトルが入ってくる。しかしビセンテ抜くことができなかった。アルベルダがディフェンスします。最後10番はサリハンビッチ。この選手もボスニア・ヘルツェゴビナでは非常に人気の高い選手です、まあ、そのいい、ね、ディフェンスをしてくるボスニア・ヘルツェゴビナの方のスペインがどのようにしてそれを破っていくかっていうのがね、このゲームの前半で出てくるか、早いサイドチェンジしてでフリーを作ってっていうところが出せるか。スペインとしてはやはり左に11番のビセントを置いてますんでね、はい、左サイドからのスピードを使った攻撃っていうのは使いたいと思うんですね。使いたいと思いますね。で先ほどみたいにバラハから一発でっていうね展開ができればいいですけども、細かくつないでるとね、ボスニア・ヘルツェゴビナの方はいいプレッシャーかけてますよね。今ここまでスペインの方があえてこれ細かくつなごうとしてるんでしょうか。なんとか自分たちのリズムでやろうと思ってるんですけどもね。ですからボールはキープするんですけれども、なかなか前にボールが出てこない、はい、あと抜けてきたレジス、まあ、レジスにはこういったプレーがあります。まあ、組織でダメだったら個人で行くぞっていうことできる選手ですからね。ラウルです。ファールありません。あっとラウルがパスミスになってしまった。アルベルダ、バラハプレッシャーかけます。ベシュリアが出てきます。ゴール前に7番のボリッチ入ってくる。右サイドのベシュリアのクロスにバリッチがいた。左利きのバリッチのクロスが入ってきた。ボリッチがその前にいました。7番がボリッチ、11番がバリッチです。ああ途中でカットしたボスニア・ヘルツェゴビナ、こういう取られ方は本当に厳しいですよね。ラウルが宮澤さんここまで引いてるんですね。いや2番のグルイッチか、ボリッチ、センターフォワードのボリッチ、後ろにバリッチ、バリッチがふわっと浮かせてきてベシュリアが入っていました。あっとファールです。あ最後はこのベシュリアのファール。いや、はい、花の選手やっぱ気持ち入ってねテンション高く来てますから、どんどん前へ前へ仕掛けてきますよね。でここふわっと浮かせたアイディアのある攻撃でした、うん、考えてみますとこのボスニア・ヘルツェゴビナとスペインは前回の2002年のワールドカップの予選でも同じグループで初戦で対戦してるんですね。あそうですか、2000年の9月2日に対戦してその時にはスペインが2対1で勝っています。その後スペインのホームゲームでもスペインが勝ちましたので、前回の予選の対戦ではスペインが2勝しています。まあそこをねなんとか崩そうと思ってね、今日のボスニア・ヘルツェゴビナは来てますよね。ホームですしね、両チームの選手ともほとんど変化してないんですよね。ああそうだと思いますね。アルバレスの位置ですからね。いやディフェンスラインの前でしょ、本来は高原とセンターフォワードは交代で出たりとかですね、あるいは一緒に組んだこともありますし、セントリアですよね。右サイドからサリハミチッチできました。バイエルンミュンヘンでプレーしている27歳、右の中盤だったりあるいは右のサイドバックもしていますけれども、ドイツのバイエルンミュンヘンでは昨シーズンは33試合で試合に使用しています。非常にボスニア・ヘルツェゴビナの中でも人気の高い選手です。まもなく前半の20分になってきます。このところのボスニア・ヘルツェゴビナの親善試合の結果もご覧いただいていますが、なんといっても8月18日にフランスと対応してね、はい、対戦して1対1の引き分け、うん、立派なね結果出してますよ。特にドメネク監督の初戦でしたよね、うん、そのドメネク監督が初戦を飾れなかったということが話題になりましたが、その時の相手がこのボスニア・ヘルツェゴビナでした。2番はグルイッチ、
そのグルイッチにイエローカード。前半20分を回っています。完全にもう後ろから倒してしまったような感じです。ちょっとつまずいたところのような気しますけどもね、それもあってぶつかっちゃったんでしょうけども。グルイッチにイエローカードが出ています。ビクトル、ちょっとスペインが大きいボールで早い展開をしようとしてますか。そうですね、つないでもバラハ、カルベルダのところでね、前向いてゆっくりその前線のラウル、レジェスを動かすっていうことができないですから、ちょっと先方変えてロングボールになってますけどね。今レジェスとラウルの関係、この2人は2トップで並んでくるのか、あるいはちょっとラウルの方が引いてるんでしょうか。ラウルの方が多少引いてるかなって感じしますね。ボスニア・ヘルツゴビナのフリーキックのチャンスです。助走の距離を取ります。蹴ってきた、狙ってきました。しっかり当たりませんでしたけどね。3番のムシュッチはモデナでプレーしています。11番のバリッチ、なかなかスペインが自分たちのペースをつかめないでいる。逆にボスニア・ヘルツェゴビナの方は宮澤さん、はい、これ最後まで持つのかなというぐらいな運動量でボールにプレッシャーかけてきますよね、はい、非常に飛ばしてきてますしね、こういうリズムでしばらく進むだろうなって感じしますね。さあビセンテ、左サイドからビセンテが抜け落とします。しかしスパヒッチがついています。4番のセンターバック、左サイドにバリッチ、バルバレスからムシッチのボールです。2番のグルイッチから引いていたのがバリッチ。スペインの方はこの辺りではプレッシャーはかけてきません。ラウルが行こうとしています。ラウルが見ています。右サイドにサリハミジッチ、8番のベシュリア、10番が今見えたのがサリハミジッチです。裏に出ようとしたのがボリッチです。ボスニア・ヘルツェゴビナはスペインの4バックの裏をかなりこれ狙おうとしてますよね。そうですね、両サイドに選手がね、ベシュリアとバリッチがいますよね。そしてボリッチが中央ですけども、その時にサイドを狙ってますね。あ、出てきたキーパー、おっとハギサッチが出てきました。ゴールキーパーハサギッチです。24歳、フランスとの親善試合ではアンリの PK を止めた選手です。ラウルが言っていますが、4番のスパヒッチが倒れています。キーパーも出てきて、ハサギッチがヘディングでクリア。出たことはいい判断だったと思いますね。24歳のスパヒッチはボスニア・ヘルツェゴビナでプレーをしています。ほとんどボスニア・ヘルツェゴビナの選手はトルコであったりベルギーであったりドイツであったりといったところでプレーしていますが、ボリッチ、今結局オフサイドですか。その旗が見えたからでしょうね。いいプレーでしょうね。あそこ止めてね、打ちに行ってもいいかなと思ったんですけどね。4番のアルベルダが詰められてなかなかボールが出せません。もう狙われてますよね。ですね、あとイヴァン・エルゲラのところ、ディフェンスに来たのは7番のボリッチです。スペインのこのボリッチもバレカノで3シーズンプレーをしたことがあります、はい、33歳になりますボリッチ。力強いですよね。でもこの選手、このボリッチがいわゆるセンターフォワード、はい、で左に11番のバリッチ、右には8番のベシュリアがいます。意外とボリッチは自由にどこのスペースを使ってもいいよっていうね、サイドに流れることもありますしね、しますね。空いたスペースに左からバリッチ、あるいは右からベシュリア、あるいはそのトップ下から6番のミシモビッチが上がってくるという形になっています。4-2-3-1ですかね、システム的にはね、はい、番のバルバレスキャプテン、左サイドバックのイタリアモデナのムシッチを上げようとしました。
シェル・サルガド、右サイドバックでスペイン、ビクトル。いやしかしレジェスとラウルが本当にゴール方向を向いてボール持てませんね。そうですね、いいボールが入ってこない。もう前半25分過ぎたんですけれどもね、ずっと自分の仕事をね、こういう時のフォワードっていうのは探してなきゃいけないですよね。まあ、一発決めればねそれでいいんですけどもね、はい、スペインはヨーロッパ選手権では結局最後のポルトガル戦に敗れて1次リーグ敗退。このところの親善試合ではベネズエラに勝ちましたけれども、2月3日のスコットランド戦では1対1の引き分け、この内容があまり良くなかったとルイス・アラゴネス監督も話しています。まだアラゴネス監督が就任してこれが3試合目になります。奪ってボールをキープできませんでしたスペイン。6番のミシモビッチ、ミシモビッチから左に開いているのは今度はボリッチが開いています。センターフォワードのボリッチが逆サイド振ってきます。こういうのがチャンスになるんですけどね。バラハよく潰してますね。アドバンテージです。10番のビクトル、ただまだスペインの攻撃があまり厚くない、上がってくる選手がちょっと遅れているような感じがあるんですが、相手のプレッシャーにパスをもうはたきざるを得ないっていうね状態にされてますよね。持たせてもらえないですね。11番のバリッチ、またラウルのところプレッシャーかかる。ラウル前向けない。宮澤さん、ラウルがね、はい、昨シーズンの後半から、まあ、レアルマドリードでもそうでしたけれども、どうも代表行ってもこう制裁がない、不調なんじゃないかっていうふうに言われてるわけですけれども、まあそうですね、ただ本当にチームがねいい状態じゃなければやっぱり孤立もしますしね、パートナーといいコンビネーションを築けなければ難しくなるっていうね、違いに彼が本当にコンディションが悪いなら別ですけども、そんなこともないと思うんですけどもね、評価が厳しいんじゃないですか。ミチェル・サルガドのロングスロー、後ろにラウルいました。バラハ、アルベルダ、一旦下げます。イヴァン・エルゲラ、左にビセンテ、レジェス、レジェスのパスに、ビセンテとまだこう合っていないような感じがあります。レジェスとラウルのツートップ、この関係は宮澤さん、まあ、まだ28分ですけれども、どういうふうにご覧になります？まあ、ほとんど攻撃させてもらってないんでね、はい、まあ、今の状態ですね、ラウルがやはり引いてる、はい、トップ下に引いてでレジェスに叩いてっていうような形が出てくるんですけどもね、本来はね、はい、そういうところは狙いでしょうけども、まだ全く出せてないですよね。今日はまあ、練習などを見た限りではスペインのマスコミなどもラウルとモリンテスのツートップじゃないかという予想をしていたそうですけれども、はい、蓋を開けてみますとラウルとレジェスというコンビになりました。まあ、レジェスの方には絶対的なスピードを持ってますしね、まあ、こういうゲームの時に一発狙うにはっていう考えではないでしょうか。アウェーですしね、バリッチ左サイドのムシッチ上げます。さあ前半の30分も近づいてきました。スペインの初戦、スペインが苦しんでいます。ワールドカップの予選の初戦です。で今も、まあ、結局これ何か出血がありましたかね。2番のグルイッチ、ドイツのケルンでプレーしていますが、どこか故障がありました。ただ今ボールを受けようとしたラウルなどもかなり引いてましたし、はい、スペインの方が、まあ、ボールはキープしながらもなかなか前線にボールが出せないと、形は作れてないですね、はい。まあ、でも相手の、ね、プレッシャーが良ければね、やはりこれだけ苦しむということでしょうけど ね、 ですね。ボスニア・ヘルツェゴビナのスリシコビッチ監督は最後まで読めない試合になるだろうというふうな話をしていたそうですけれども、
まあ、考えてみますと、ユーロの予選などでもデンマーク、ノルウェー、ルーマニアと同じグループで、うん、結局まあ最終戦までもつれて勝ち点差1で及ばなかったと。さらにフランスとは引き分けですから、まあ、強豪と互角に戦える今力を持っているチームですね。この身体力、あっとスルーパスが出てきた。たくましさ、スピード考えるとやっぱりどこのチームも相手にした時には怖いものあると思いますよ、このチームね。一人一人頑張りますもんね。バラハからビセンテ、素晴らしい入ってきたのはビクトル、10番ビクトルがいる、ディフェンスが入りました。最後戻ってきたのはバルファレスです、うん、いや本当にハンブルガーではフォワードやってるんでしょうかね、今でももうディフェンスラインの中央に入って、ああいうクロスボールクリアに来て、そうじゃないときはボランチの後ろみたいなね、前に出たり後ろに下がったりっていう役目ですね、中心ですよね。昨シーズンはハンブルガーで32試合出て10点上げてる選手です。ビクトルが蹴ってきていいボールが入ってきた、近いサイドでした。一人残ってるのはアルベルダ、そして11番のバリッチ、ここにプジョル、一旦ロメロから、アルベルダ、ロメロ、あ、パスを細かくつなぎますけれども、これただボスニア・ヘルツェゴビナのプレッシャーにね、はい、ボールをこう出さざるを得ないような感じに見えるんですよね。そうですよね、まあ、崩しのためのつなぎっていうよりはつながされてるっていう感じですけどもね、はい、アダントリーもせっかくドリブルでかわしながらも結局パスがミスになってしまった、うん、ビクトルからミチェル・サルガド、右サイドバック上がってきます。でもだいぶ押し込めるようになってきましたね、はい、それ良くなってきたのはスペインどんな点ですか。まあ、相手が少し疲れてきたのと、一回攻めさせられると引くっていうことになってきますよね。今非常に深いですよね。裏手できた、ビクトル、うん、ラウルです。あとバラハなどがようやく攻撃にも参加できるようになってきましたかね。そこにスペースができ始めましたよね、はい、やっぱりね、全部プレスに行くっていうのはね、難しいですよ。ですからスペインとしては、まあ、最初これ相手のプレスは受けましたけれども、はい、そのスペインはそのプレスが弱くなったところを狙い目でもあります、うん、そうですね、スペースができてくるとちょっとためが作れるようになりますからね。しかしこのボスニア・ヘルツェゴビナのサポーターも、まあ、初戦ということもありますけれども非常に盛り上がってますね。これはね、やっぱり選手たちね、どんどん行こうという気持ちになりますね。10番のサリハミジッチ、右サイドバック、10番つけて右サイドバックですが、本来は右サイドの中盤の選手でもあります。ビセンテからバラハからビクトル、惜しかったですよね。だいぶ長いボールが入るようになってきましたね。ミチェル・サルガド、サルガドがかわしてきます。サルガドがクロスを入れてます。コーナーキックになります、うん、ほとんどゾーンを守ってああいうボールをクリアしているのはバルバレスですね。まあ、あまりスピードがない、まあ、このスピードも年齢とともに今32歳ですが衰えてきたということもあって代表ではポジションを下げているそうですけれども、うん、ビセンテが左足で蹴ってきます。ジェジェスが近いサイド入ってきた、もう一回ビセンテ、アルベルダのプレッシャーですが、それアルベルダのファールになります。バリッチに対するファールです。まもなく前半の35分になってきます。両チームともまだ得点はありません。立ち上がりはボスニア・ヘルツェゴビナがいい形でボールにプレッシャーをかけて主導権を握りました。だんだんとスペインがそのボスニア・ヘルツェゴビナのゴール前まで忍び寄ってきました。ただベジェス・ラウルにまだ本来の形、あるいはシュートがありませんよね。そうですね、そういった形は
厚い攻撃はできてないですよね。あ、結局オフサイドです。戻ってのオフサイドという判定です。イタリアのデサンテ出身です。ボスニア・ヘルツェゴビナのいい形になって、ビクトルからバラハ、ビセンテが倒れています。相手の、ね、自陣でのパスはスペインは狙ってきてますよ今ね、はい、アルデルダが行きました。そしてビクトル、イバンエルゲラ上がってきました。あっと合いませんでしたが、ただボランチのアルバルハやアルデルダがあの前の方でボール取れるようになりましたね。そうですね。ミツェル・サルガド、ビクトル、ビクトル前が空いた、シュート、まだこぼれています。初めて前が空きましたね。ミチェル・サルガド、アルデルダ、バラハ、アルデルダ、そしてビクトル、あ、この草木のボールを狙っていました。ラウルには繋がりませんでした。いいカットですよ今のもね。ドリブルで仕掛けてくる、ドリッチがパスを出しますが、デシュリアが倒されて、今のプレーでもう靴が見えただろうと。あ、そしてイエローカード。あー、このテンションの高さはどこまで持つのかが、まあ、ボスニア・ヘルツェゴビナの方ですけどもね、もう一人でも全部行くぞみたいなね、はい、ちょっと行き過ぎかなっていう感じもありますけども。ベルギーのゲンクでプレーしていますデシュリア、アルベルダにイエローカードが出ています。スペインもこういう選手を受け損じちゃうとやられちゃいますからね。そういうことになりますね。勢いっていうのは怖いものありますよね。特にあのホームでこのね、もう総立ちのサポーターでしょ、選手たちもう行かないわけにいかないっていうような全部カウンターみたいな感じですからね。フリーキック蹴るのはアルバレス、左足ふわっと浮かせる、ラウルのクリアです。スペインにとっては本当のアウェーですねこれね。いや本当そうでしょうね。もう大変ですねこれ。まあ、ルイス・アラゴネス監督などはボスニア・ヘルツェゴビナのことはよくわからないけれども、フランスにショックを与えた相手だろうというふうに話しているそうですけれども、まあ、どのチームとやっても、まあ、先ほども言いましたけども嫌な相手ですよねこのボスニア・ヘルツェゴビナはね、はい、前から来るしどんどん来るしね、難しいことは一切やらないですけどね、ほとんど。ただしっかりとこうしたところももう詰めてくる、しかも非常に激しいんですよね。そうですね。あと今日の主審のデサンテさんもあまりこれ取りませんので、スペインの方は取られ方が悪いと、ボールの失い方が悪いと大ピンチになりますよね。はい、またこの時間帯になってから、はい、ボスニア・ヘルツェゴビナのプレッシャーが激しくなったような感じがありますけれども、うん、そうですね、もう一度来てますよね。ねえ、スペインの方もでもこのロングボールの正確性はあのだいぶ上がってきましたよ、はい、レジェスが抜けようとしましたけれどもダメ。逆にキープします。8番のベシュリア、7番のセンターフォワードのボリッチが引いています。ベシュリアからバラハ、ビセンテ、レジェス、どうしてもやはりあのレジェスやラウルが左サイドに出てくるのでビセンテもいますので、スペインは左サイドからの攻撃が多くなるんですよね。そうですね、そこをちょっとボールを持てる選手というか持つのが好きな選手もねこちらサイドにいますし、はい、ですから左サイドで作って寄せておいてから右サイドのビクトルなどがゴール前に上がってくるとチャンスになってくると思いますが、バリッチが出てきた、バリッチのシュートだ、止めた、止めました、カシエリアス、いやバリッチ決定的なチャンスでした。まだあります、ムシッチ、ムシッチのシュート、今のは決定的でしたね、完全に崩されましたね。バリッチがこれ完全な宮澤さんフリーになりましたよね、はい、その前右サイドで取って左サイドまで移ってくるときね、まあ一つのパスで来たんですけども、うん、ち
ちょっとプレッシャーかけきれなかったですよ。今のは揺さぶられましたね。ボスニア・ヘルツェゴビナが完全にあの逆サイドで作ってきて、はい、そしてあの左サイドからバリッチが上がってきてと、はい、ミチェル・サルガドもかなりあの中の方に絞ってましたしね、うん、今のはおかしいです。よく飛びましたよ、いやこの前半の終了間際でボスニア・ヘルツェゴビナがいい形を作りました。そうした意味ではスペインの方は全くと言っていいほどいい形作ってないでしょ、うん、そうですね。フリーな形っていうのはそこまでできてないですね。つまり切れてないですね。ですからここまではボスニア・ヘルツェゴビナの方はかなり手応え感じてると思うんですよ ねいけるっていうね気持ちになってると思いますよ。逆にスペインの方はこれおかしいぞって思ってる、うん、7番のボリッチです。プジョルが行きます。結局あボリッチのファウルですか。かなりボリッチが怒っています。この競り合いでボリッチがファウルを取られました。現在はトルコでプレーしていますが、かつてはスペインのバレカノに3シーズン在籍してプレーをしていました。でもよく動いてますよね。非常に大きなスペース動いてると思いますね、はい。ボリッチは辛抱強く今日のゲームは戦わなければいけない、それは観客も一緒なんだって話を試合前してましたけれども、ただこれ今日辛抱しなきゃいけないのはスペインの方かもしれません。そうですね。何にもやらせてもらってないですよね。10番のビクトル、ビクトルが右サイドにいます。もう少しあの右サイドって固定することなく、まあ、上ですからちょっと守備的には来てるんですけども、スペインの方はね、あのビクトリーあたりが中央に入ってバラハと絡んで、で前線の2人を生かしていくっていう形も、そうしないとほとんど攻めっていうのはできないですよね、このスペインはね。ミチェル・サルガドが前の方でディフェンスをしていました。また裏になってきます。こうやって飛び出していく選手にボールが合うと先ほどみたいなことになってきますよね。ビセンテが中に入ってきます。そのビセンテに、あー、いい形でボールを落とした。ミシモビッチ裏に出てきて、キーパーのカシリアス、また出た。好判断でした、カシリアス。いやーい、通ってますよ今のいいボール ね最後は結局やはり右サイドからデシリアですね。いやー、これは非常にいい形でまた攻撃を作りました、ボスニア・ヘルツェゴビナ。あのスペインが裏のスペースかなり使われてるでしょ。そうですね。あ、そしてイエローカードが出ました。これは危なかったですよ ね状況を見てタックルするんじゃなくて、もう頭に決めてね、最初からタックルに行ってますからね。あ、危険ですよね。イエローカードが出ています。止めとこうというプレーですよね。イエローカードはこの5番のバイチです。5番のバイチと4番のスパヒッチがボスニア・ヘルツェゴビナのセンターバックです。ラウル、ラウルは本当に前向かせてもらえませんし、あの今の鎖のボールなどもね、はい、後ろに下げても何かこうぎこちない感じがあるんですよね。あそこから攻撃が広がっていかないようなパスですよね。そうですね、まあ、下げてますからね、まあ、ボールもらおうといってこういうところも中盤にねこう覗いてきてますけども、ビクトルが自分がフリーだったじゃないかというような今仕草でしたけれども、このゴールキーパーのハサギチも今日はファインセーブが目立っています。ロングボールで左のバリッチへ、そのバリッチに対するディフェンスです。ビクトル、レジェス落としてラウル、さあラウル前向いた、ラウルからバラハ、もう一回ラウル。いや、このラウルの落としのボールが結局つながりませんでした。サリハミビッチから右サイドのベシュリアへ、右サイドからこのベルギーゲンクでプレーしているベシュリア。アラゴネス監督の表情もあまり思わしくありません。この相手の勢いだと、まあ苦労するなっていうことが頭をよぎってんじゃないでしょうかね。
大変な相手だなと思っていると思いますよ。非常に大事な、ただの大事な試合じゃない、非常に大事な試合なんだという話をしていましたルイス・アラゴネス監督ですが、ここで前半終了です。グループ7、グループ7、ヨーロッパワールドカップの予選、スペインとボスニア・ヘルツェゴビナのその初戦、前半終わって0対0、両チーム得点がありませんでした。しかし試合を優位に進めたのはボスニア・ヘルツェゴビナでした。非常に勢いでね、どんどん来てましたから、ヘッドボール取ったところから相手の裏っていうのが早かったですね。これ立ち上がり1分にもならないところでしたよね、はい、完全にこう裏やられましたよね。最後は11番のバリッチが飛び込んでいきました、うん、かつてレアルマドリードでもプレーした経験を持っています。さらにここもバリッチが完全にフリーになって抜け出していったんですが、ここはカシーリアスに阻まれました。こうした決定的なチャンスはボスニア・ヘルツェゴビナが多く作った前半でした。グループ7、スペインとボスニア・ヘルツェゴビナのワールドカップ予選の初戦、両チーム得点なく前半は0対0に終わっています。この後半両チームとも選手の交代はありませんでした。スペインは攻守を見せたゴールキーパーのカシーリアス、イヴァン・エルゲラ、プジョル、ロメロとミチェル・サルガドのディフェンス、バレンシアコンビのボランチ、左のビセンテ、右にビクトル、ラウルとレジェスの2トップという形です。一方のボスニア・ヘルツェゴビナ、ハサギッチのゴールキーパーの判断が目立ちました。さらにディフェンスは右サイドにはサリハミジッチがいます。9番のバルバレスはディフェンス面で貢献しました。さらに左のバリッチ、センターフォワードボリッチ、右サイドはベルギーでプレーするベシュリアというメンバーです。まもなく後半が始まります。解説は宮澤ミシェレさんです。宮澤さん、はい、スペインがどうこの後半は立て直してくるでしょうか。そうですよね、ボスニアのヘルツェゴビナの方の、ね、プレッシャーをどうかいくぐって出していくかでしょうけどもね、決定的なパスを、まあ、再度揺さぶりかけたいところですけども、それもさせてもらえないですからね。逆に言うと大きなミスをせずにですね、チャンスをずっと待つっていうようなことも必要になってきますね、スペインの方はね。一旦ボールを返しました。左にボスニア・ヘルツェゴビナ、右サイドバックの10番のサリハミジッチ、センターバックのスパヒッチ、6番のミシモビッチ、バラハ、スルーパスですが反応する選手がいない。そして宮澤さん、ラウルとレジェスがね、はい、前半はシュートチャンスすら作ってもらえなかった、作らせてもらえなかった。そうでしたね、まあ、2人の関係だけでね。おラウルのシュート、おっとクロスバー、いやようやくそのラウルのシュート、何か前半の鬱憤を晴らすような思いっきり良いシュートでした。ノーステップで蹴ってきました。そうですね、その前のフェイントで2人のディフェンダーから離れて、ここですけどコース作って、まあ、ラウルらしさ出ましたけどもね、ようやく見れましたね。まあでも1人の力でね、レディスもそうですけども、スピードで破るだとかっていうことが要求されてきますね、こういうゲームは。はい、ようやくラウルのシュートが見られましたが、まあ、この試合初めてと言っていいラウルにとってはチャンスでした。立ち上がりスペイン、ラウルのシュートがありました。ただまだなかなかスペインは崩してというシュートがないんですよね。そうですね、まあ、相手にいいプレッシャーかけられて、そういう崩すパスっていうのは出させてもらってませんよね、はい、左サイドバックのロメロ、お狙ってきて、ミシモビッチが上がっています。6番バイエルンからボーフムに移籍するミシモビッチです。2番のグルイッチ、左サイドを使ってきます。ムシッチ上がってきます。ビクトルのディフェンス、3番のムシッチ、イタリアのモデナでプレーしています。グルイッチから当てて、もう1回グルイッチのスルーパスが出てくる。3番のムシッチのクロスが入る、ためて、
まだグルイッチがいます。ファールです。その前ボールを出した時のファールはこの10番のビクトル。アラゴネス監督が次の手を何か宮澤さん考えてくるでしょうか。そうですね、難しいところだと思いますけどもね。あまり流れが良くなかったこの前半とメンバー変えてきませんでしたよね。はい、まあ、立ち上がりは同じメンバーで行ってみてそこからでしょうけどもね。右サイドバックのミシェル・サルガド、ビクトリーには繋がりませんでした。デジェスが右サイドに引いて、そして今中央ちょっと引いたところに7番のラウルが見えました。右サイドのビクトル、高くなっているディフェンスラインの裏側です。あの裏をややこのボスニア・ヘルツェゴビナには狙われています。イヴァン・エルゲラ、左サイドバックのロメロ、一旦ビセンテに当てて、アルベルダのボールがミスになった。カットされました。アルベルダがまだプレスをかけてきます。11番のバリッチのシュート、強烈なシュートが来ました。ここはミチェル・サルガドのディフェンスに合っていますが、今もアルベルダのミスからでしたね。そうですね。あ、準備をしていますモリエンテスです。モリエンテスが準備をしています。スペインは今みたいなミスをね、本当に極力少なくしていかないと。あ、誰と変えますかね。ラウルでしょうか、レジェスでしょうか。あ、ビクトル変えます。ビクトルに変えてモリエンテスということになりましたが、ビクトルは中盤の右サイドに引いていた選手です。でフォワードのモリエンテスを入れるということは、形を何か変えてくるんでしょうか。スペインしかもこれ後半始まってまだ4分ですよね。モリエンテスワントップみたいな形にしますかね。誰かをそうすると右サイドに下げるってことになりますかね。はい、ビクトルに変えてここでモリエンテス登場です。レアルマドリードに復帰しましたモリエンテス。またちょっと落ち着いたところでモリエンテスのポジションなども見ていこうと思いますが、ボスニア・ヘルツェゴビナのチャンスになっています。フリーキック、ボリッチですと7番右足強烈、左足ですと11番のバリッチがいます。後半5分を回っています。11番のバリッチですと左足です。宮澤さん、直接狙える位置でもあり距離でもあると思いますが。そうですね。最後はボリッチが狙ってきた低いボール、カシーリアス当てて、この辺りはよく掴んでいます。カシーリアス安定しています。カシーリアス、まあ、リス・アラゴネス監督もね、ビクトルで右サイドでそこでため作って、ちょっとドリブルとか入れていただいて、入れてもらって中盤作っていこうと思ったんでしょうけども、はい、全くそれディフェンスだけに追われるね感じでしたからですね。だったらファードタイプを入れて増やして、こっちもスピードでっていうような狙いだと思いますけどもね。そのビクトルがいた右サイドには誰が入ってますかね。ラウルは普段のポジションにいますよね。そうですね、ラウルは今、まあ、トップ下みたいなポジションにいました。6番のミシモビッチ上がっています。バラハ後ろから押し上げて、2番のグルイッチ、9番のバルバレスからいいボールが出てきます。先に動きましたスペインのルイス・アラゴネス監督です。バラハ右にいますかね。なんかバラハが右にいますよね、ただバラハはボランチのポジションにいるはずですから。レジェス右に入ってますか。あ、そうですね、レジェスを右サイドに下げて、でそのままモリエンテスワントップ気味なんですね、これね。そうですね、なるほど、まあ、スピードあるんでね、はい、あ、裏出てきた、ベシュリア、ベシュリアのクロスが入ってきて、あっと合わなかった、ボリッチ後ろからのシュート、バリッチ、いや右サイドからベシュリア、そして最後合わなかったけれどもボリッチ、最後は左サイドからバリッチが飛び込んで、これ攻撃できてますね。そうですよね、いや惜しいですけども、まあそこでもうちょいね、もう少し冷静になれると点数に結びつくんですけど、あまりにもこうトップスピードで全部いっちゃうんでね、はい、難しいですよね。いや狙われてますよ、ビセンテ、ここでも狙っています。
あ、これがボスニア・ヘルツェゴビナの、あの今日前半から続けてる拍手を拍手拒否しましたよ。まあ、頭にしてるでしょうけどね。若い23歳のビセンテ、こちら27歳のサレハミジッチ、握手をしようと思ったんですがビセンテが拒否しました。かなり怒ってますよ。これ後ろからまあ完全に行ってるんですけれどもね、まあ、わざとねこう消しかけてるんだと思いますよ。うん、いや、この辺りはすごいマークになってます。さあ、スペインはこれモリエンテスをトップに置いてレジェスを右サイドに下げた。まあ、アーセナルなどでは左サイドでプレーすることはあるんですけれども、はい、レジェスをこれ右サイド入れてきましたよね。うん、僕はあの中盤型 あのビクトルじゃなくてそこにカードのウィングタイプスピード一応ねそういった選手なんでその方がこういう流れになったらいいんじゃないかという判断だと思いますけどね。やはりあの左サイドで作ってきてビセンテがクロスを入れてくる、はい、そこにまあ右サイドからレジェスに飛び込んでもらおうという形の狙いもあるんでしょうね。うん、そうですね、とレジェス そのサイドの突破っていうのもあると思いますね。蹴るのはビセンテ左足、おっとゴール前出てくる、キーパーのハサギッチ出てきます。いや、今日は非常にあの勇気のあるプレーが多いこのハサギッチ。レジェスが2に引いています。逆に左サイドから狙ってきますボスニア・ヘルツェゴビナのスルーパスが出てきますがボリッチは倒れています。まもなく後半の10分になります。スペインがまず最初に動きました。モリエンテスを投入しましたスペイン。あ、今のもボールが出た後足に行ったディフェンスだと思いますがイエローカード、アルベルダのところ、これ完全にあの中盤のあのアルベルダのところを狙ってますよね。うん、もうそこは絶対してますよね。10番で行ったのがサリハミジッチ、サリハミジッチにイエローカードが出ています。イエローカードはもちろんこのヨーロッパ予選の間で2枚累積すると次の試合は出場停止になってきます。まあ、このヨーロッパ予選これから長い戦いになりますからね。そうですね、まあ、1年ぐらいかけてね、1年以上ですか。そうですよね、やりますけどもね。はい、まあ、各グループの2位までに入らなくてはワールドカップの道は閉ざされてしまうということになります。1位になるとそのままワールドカップ出場が決まります。ラウルはこの位置でプレーしています。左サイドからロメロ、ロメロ左サイドバック、またプレッシャーかかってくる。さあビセンテからロメロ、ロメロのクロスですが長すぎた、行ったのは14番のモリエンテスです。あ、ここも激しく行きました。バラハのところです。バラハと11番のバリッチ、おお、取りましたね。ベシリアが行って、クロスが入れようというところですがまだ出てませんか。出ましたか。ラインを割っています。最後は行ったのはイヴァン・エルゲラ。さあ、スリシコビッチ監督も何か次の手を考えています。よくでもあのディフェンスの裏ね取りますよね、ボスニア・ヘルツェゴビナね。はい、またあのバルバレスからいいボールが出てくるんですよね。11番のバリッチが左利き、左足で蹴ってきます。ゴール方向へ向かっていくボールになります。ボスニア・ヘルツェゴビナのチャンスを迎えています。10番のサリハミリッチがいます。180センチ、いいボール入ってきた、クロス、そらしていました。最後は今ビセンテでしょうか。スペインも本当に剣にさらされてますよ ね、これニアサイド枠いってますよ。はい、いや、しかしすごい、これがすごいですね、完成ですね。オフサイドです。ボリッチオフサイド、ここでまたスペインが2人目の交代です。
バレロンです。出てきますね。12番のバレロン、バラハに変えてバレロンです。ということはまあおそらく同じポジションに入ってくるんではないかと思われますが、ただ攻撃的な選手ですよね。ですね。バラハの方はまあゴール前飛び込んでいくタイプの選手、バレロンはあのパッサーとしてもね、うん、前線にあのいいボールを出してきます。あ、カットされました。攻撃のリズムを作りたいんだと思いますね。8番のデシュリア、6番のミシモビッチが行きます。あ、よく落としましたね。ラウル、14番のモリエンテス、モリエンテス、もうここに3対1ですからね、これ ね出しどころなくなっちゃいますよね、はい、モリエンテスも。お、よく取れた。ミチェル・サルガド、サルガドの突破ですがファール、止めたのはこの11番のバリッチ、かつては同じレアル・マドリードでプレーをしていました。スペインはバラハに代わってバレロンを入れてきました。ですから中盤からの前線へ非常に質の高いボールがまた出てくる可能性が増えてきました。ただね、やっぱりもう攻撃に出てるっていうのがそういう交代ですから、はい、守備的にリスクを抱えると思いますよ、スペインの方ね。スペインのチャンスはフリーキック、ビセンテが左足、ビセンテが狙ってきますがディフェンスに当たっています。ベジェス、ベジェスのクロス、アルベルダ、サルガド、プジョルが一旦下げすぎました。カシーリアスからのロングボールです。うん、ラウルが前にいます。あ、ここで選手が倒れています。ボスニア・ヘルツェゴビナの選手が倒れています。9番のバルバレス、4年前のブンデスリーガーの得点王ですが、このボスニア・ヘルツェゴビナの代表ではボランチ守備的な中盤に下がってプレーをしているバレバレス。ただまあ前半からディフェンス面でも あと前線へのボールへの出しでもいいところが目立ってますよね。そうですね、まあ、高さに絶対的なものありますしね、非常に効いてますよね。マークゾーン入ってカバーしてますね。ルイス・アラゴネス監督の指示がまだ出ています。選手をスペインは2人変えてきました。そしてボスニア・ヘルツェゴビナの方も17番のブラトニャクフォワードが準備をしています。そういう宮澤さん、フォワードのバリッチなどはね、はい、まあ、このスペインとの試合は引き分けでも良しとしなければいけないって話を試合前してるんですけれども、はい、まあ強豪チームですからね、もちろん引き分けでもいいんでしょうけども、ただホームですしね、この勢いだったら一つ入れて勝っちゃうということもね、十分に考えられるんじゃないですか。ラウル、モリエンテス繋がらず、あっと、モリエンテスが完全に倒しました。手でユニフォームを引っ張って倒してしまいました。モリエンテスにイエローカード。まあそこは行かれたくないところですよね。確かに、完全にユニフォームを引っ張って倒してしまいましたモリエンテス。やはりスペインは見てますとアルベルトがやや引いてちょっと前にバレロンが入ってくるという形になっています。その前にこの7番のラウルがいて、さらにその前にはモリエンテス、右サイドにはレジェスが引いて、左サイドにはビセンテがいます。バレロンがまだ1回もボール触ってないんじゃないでしょうか。ちょっとヒールでパス出したぐらいですね。出したぐらいですよね。あ、ここで選手をバリッチを変えますか。バリッチに変えてプラトニャクが入ります。ベテラン30歳のバリッチをここで変えましたが、ただ左サイドからバリッチはいい攻撃見せてましたよね。本当にね、活動量多かったですね。まあ、何かスペインへの思いをぶつけるかのようなプレーが多かったこのバリッチ、うん、バリッチに代わって同じフォワードブラトニャクが入ってきますが、長身185センチ、ブラトニャクを前線の方にまた持ってくるんでしょうか。2番のグルイッチ、グルイッチはボランチ守備的な中盤の選手です。そして前線へ、
モリエンテス、ラウル、ラウル落としてアルベルダ、バレロン、レジェス、いやレジェスに対するディフェンスはイタリアモデナのプレーでするムシッチです。かなりフラストレーションが溜まってます。レジェスも9月1日に21歳になったばかりの選手です。昨シーズン途中セビリアから移籍してイングランドのアーセナルで今プレーしています。まあそこではね非常にいいプレーを、ね、見せてくれてますけども、はい、まだ代表ではねこう少し馴染んでないかなって感じありますね、はい、ラウル、ラウル、そしてこちら側に今いるのがビセンテです。ビセンテですね、はい、ビセンテが右サイドにいますね。あ、レジェスが左サイドになってるんですね、これ、まあ、この流れだと思いますけどね、うん、まあ、変える時もありますけどもね、ですね、ベンチからの指示でコーナーキックはビセンテ蹴ってきますが、いやこれコーナーキックじゃありませんね、ゴールキックの判定です。それを勝手にビセンテはコーナーキックを始めてしまいました。本当だったらこれイエローカードが出てもおかしくないようなプレーですがこれ宮澤さんどうなんでしょうかね、ビセンテとレジェスのポジションを流れの中で変えたのか、今まだレジェスが左サイドいますよね。そうですね、まあ、そっちの方がいいという、まあ自分が今いるチームではね左サイドが多く、レジェスやってたりしますんでね、はい、そういったこともあったかもしれませんし、ベンチからの指示で変わるときと相性とねいろいろあると思いますよ。ビセンテももちろん所属するバレンシアではほとんど左サイドでプレーしてるんですよ ね、まあでも左足で中にね入ってきてもそういうプレーができるのか、やりやすいのか、これレジェスの方がやりやすいので左サイドに変わったのか、だと思いますけどもね、うん、ラウルです。なかなかラウルのところでボールを出すことができない。またアルベラのところでカットされました。いい形になってボリッチ、ボリッチのシュート、ボリッチのシュート、強烈なシュート、まだあります。シュートが入ってきた。おー、カシーリアス、ただその前もファールか何か取りましたかね。いや、そのまま続いています。モリエンテス、ナイスプレーですね。落としてビセンテ、ビセンテですね。前にラウル走ってきますが、ビセンテは左サイドのレジェスを使ってくる、うん、得意な左サイドでレジェスの左足、モリエンテス、これやはり流れの中ではなくてそのまま変えてますかね。ビセンテかわしてくる、ビセンテのシュートだ。あ、決まった。来た、豪快に決めました。ビセンテ、スペイン先制です。すごいシュートでしたね。いや、右サイドに入ったビセンテが左足で切れ込んできてのシュート、見事に決まりました。スペイン先制。ポジション変えてよかったですね。ワールドカップ予選スペインの初めてのゴールはこのビセンテ、左足を強烈に振り抜きました。もうサイドネット行ってますからね。いや、これペナルティーエリアの中に入ってすぐのシュート、いや、これ本当に当たりましたよ ね、 こういう角度からのね、うわ、これキーパーもボールが揺れるような感じで取れなかったですね、弾けなかったですね。後半24分、ビセンテのゴールが決まってスペインが先制しました。いや、これまで全くと言っていいほど形を作れなかったスペインですけれども、はい、いや、ビセンテの見事な一振りでしたね、うん、どうしますか。あ、これバレロンですよね。バレロンが顔、頭のあたりをタオルで押さえてますので、これは今のゴールの場面だと思いますが、ビセンテキーパー何かディフェンスや何かとちょうどボールのところ位置が分からなかったんですかね、今ね。あるいはこう揺れてきたんですね。もう揺れて強烈なシュートだと思いますからね。バレロンがどうやら何かこの VTR が流れている最中に小競り合いなどがあったのか、どうも出血しているようです。で、ここで選手が変わります。
ボスニア・ヘルツェゴビナの選手が変わります。グルイッチ、守備的な中盤のグルイッチに代わって15番のクレケズが入ってきます。ボスニア・ヘルツェゴビナは2人目の交代です。15番のクレケズが入ってきました。まあ、かなりボスニア・ヘルツェゴビナの中盤もグルイッチなども運動量は多かったですけれどもね。そうですね、入れ替えましたよ。8番のベシュリア、ベシュリアのクロスにシュートだ。カシーリアス抑えています。完全には当たりませんでしたが7番のボリッチ、ただ今は8番のベシュリアを右サイドからいい形のまた攻撃がありました。17番のプラトニャックはそのまま11番のバリッチのポジションに入ってるんでしょうかね。だと思いますけどもね。ということは左サイドやや引いたポジションだと思いますが、これは6番のミシモビッチがトップ下から引いてきています。でバレロンは今ようやく出血が止まって放送オフィシャルに確認しているところですね、うん、今のはね。ダメだって言われたんじゃないですか。まだ血が出ていると。アラゴネス監督怒ってますもんね。ルイス・アラゴネス監督は怒っています。出血が完全に止まらないとピッチに戻ることはできませんが、まあ、ですからそういった様子を見てカシーリアスも時間を使っています。あ、そして18番が見えましたがシャビ・アロンソ、シャビ・アロンソが準備をしています。ソシエダーからイングランドのリバプールへ移籍しましたシャビ・アロンソ。バレロンが今戻っていきました。1対0スペインが1点を取りました。宮澤さん、はい、押されているゲーム展開の中なかなかチャンスがつかめない中でね、うん、スペインが1点取った、うん、このあたりどうなんでしょうか。いや非常に大きな流れも変わってくるでしょうし1点だと思いますよ。アウェーですしね、はい、一方のボスニア・ヘルツェゴビナの方はこれだけ押しながらチャンスもかなりあったと思うんですけれどもね。まあこのまま行くでしょうけどね、どんどん攻撃的に行って追いつくところまで行くんでしょうけどもね、ちょっとショックですよね。流れはほとんど決定的なチャンスはボスニア・ヘルツェゴビナの方がありましたからね。サリハミジッチ右サイドを使ってきて、このベシュリア、ロメロが読んでいました。ロメロがようやく上がってきます。まあ、今日は左サイドバックのロメロはほとんど8番のベシュリアの対応に追われています。あ、アルベルダを変えます。アルベルダに代わってそのポジションに同じポジションのシャビアロンソを入れてきました。スペインがボランチ守備的な中盤をバレンシアコンビから2人変えてきました。このあたりはアラゴネス監督としては宮澤さんどう考えたんでしょうかね。まあ少しでもまずフレッシュな、ね、選手と攻撃的な選手っていうアウェーのスペインの方が早めに早めに動いてきたっていうところにね、このアラゴネス監督のね采配といいますか、そういうものがあるんじゃないかなって感じしますね。なかなか2人のね、はい、ボランチを変えるっていうのは珍しいと思うんですよね、うん、非常に珍しいことだと思いますし、まあ危険でもありますけどもね、やはり見てますとスペインはこれ完全にレジェスを左サイドにして、はい、右サイドにもうビセンテという形にしたんですね、これね、うん、したと思いますね。ただそれが当たりました。後半21分にビセンテのゴールでスペインが1点を先制しています。まあ、引き分けでもという思いが少しあったかもしれないボスニア・ヘルツェゴビナが1点を取られて、はい、これもっとこれ攻撃的に何か仕掛けてくることがあるんでしょうか。動いていかないといけないと思いますけども、ただ形サイドを何回か崩してますしね。サリハミジッチのクロスこぼれています。いけてるんですよね、結構ね。ファールです。レジェス途中から左サイドに引いているレジェス。ボリエンテスが入った時には右サイドでしたけれども、その後途中からこのレジェスは左サイドに引いています。ボリエンテスがワントップ気味に入ってその後ろにラウル、左にはレジェス、右にはビセンテという形に変わっているスペインです。ビセンテから、うん、一旦ラウルが落としてミチェル・サルガド、サルガドからビセンテ、まあ、中に入ってきたり、はい、ウイング的に外で仕事したりっていう、
ちょっとためができたりしますよね、ここからね。レベスが中に入ってきます。モリエンテスが行きます。ラウルも追いかけてきます。モリエンテスが取られたバールを追いかける、うん、これで遅らせましたね、はい、ラウルも行っています。でレベスが前の方に残っています。サリハミジッチがセンターバックに返しました。左サイドバックのムシッチ、ムシッチが中に入ってきます。中盤にかかってしまいました。レジェス、モリエンテス、レジェスの方はかなりポジションを自由に変えています。ビセンテ、ビセンテがキープします。バレロン、あっとパスミスになった。8番のベシュリア、ベシュリアのスルーパスに反応してきたボリッチだ。ボリッチが流し込んでシュート決まった。同点、ボスニア・ヘルツェゴビナ同点に追いつきました。しちゃいけないミスが出ましたね。今後半28分、落ち着いてましたね、いいシュートでしたね。ボリッチ同点に追いつきました。ボスニア・ヘルツェゴビナパスミスでしたよね今ね。もうねしちゃいけないパスミス、しかも中央でそれが起きて、一気にスルーパスで破られましたね。うまいなシュート。いや落ち着いてましたねボリッチ。キーパーは足の方ですかね、再三このカシーリアスには止められてましたけれども、そのカシーリアスが足を倒してこう倒れるのを見計らっていたかのように、ふわっと浮かせてボリッチのゴール決まりました。ベテラン33歳。こういうところの1対1は本当にヨーロッパの選手は強いですよね。かつてスペインのラヨバレカノでプレーをしていたボリッチ、そのボリッチの同点ゴールが後半28分に決まって、さあボスニア・ヘルツェゴビナが取られた後すぐにホームで取り返して1対1。バレロンが戻ってきています。血を止めて戻ってきています。バレロンの横パスでしたかねだと思ったんですよね。簡単にカットされて、そのカットしてから、しかしボスニア・ヘルツェゴビナが早かったですよね。早かったですね。もうこのパスじゃないでしょうかね。ラストパスじゃないですか。もう取ってすぐ。さあ同点に追いつきましたボスニア・ヘルツェゴビナ。結局ボスニアがヘルツェゴビナがずっとかけ続けたプレッシャーで一本ものにできたっていうね、取ってからそういった展開ですね今日。同点に追いつかれてスペインとしてはどんな考え方になってくるんでしょうかね。どうしましょうかね。アウェーですし、あーと、ファールです。今のはイエローだろうという。この通りロメロにイエローカードが出ました。ロメロイエローカード。このままね2点目をねするとスペインはもう試合を全部今までやってきたことを失うことになりますからね。全くそうですね。まず5分しっかり耐えて、そこからもう1回攻撃でしょうね。スペインにとってもボスニア・ヘルツェゴビナにとっても勝ち点0で終わるということはね、はい、この初戦できないわけですよね。できないと思いますね。クロス入ってきます。ゴール前にはボリッチ、17番の途中から入ったブラトニックが行きます。そのブラトニックのファールです。長身のやはりブラトニックはそのまま左サイドに引いています。ただ何か勢いとしてはボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち越し点を奪ったような感じになってきました。スペインとしては押される中であのビセントの見事なゴールが決まった、まあ、儲け物のような1点だったと思うんですが、本当そうですよね。その後追いつかれてしまってゴール前に入ってきますがオフサイド、オフサイドです。ただまたボスニア・ヘルツェゴビナの方が押せ押せムードになってきました、まあ、中盤のいいところでプレッシャーかけて取って、こういう一つのゴールでねスペインのディフェンスラインの裏狙ってますから。ああまた裏出てきた、抜けてシュートだ。あっと外してしまったミシモビッチ。いや今みたいなね、ワンタッチのパスの交換で完全に裏取られるって場面が多いでしょ、はい、あの2列目から走ってきた選手をスペインのディフェンスラインが捕まえきれないですね。ただやっぱりねボールを失うところが
ずっとこの試合前半からですけどもスペインの方が悪すぎますよね。相手の罠にはまってますよね。ということはスペインのディフェンスラインとしてはもう上げようと思ったところ上がったところで、はい、そのままボールを失うんで裏のスペースが大きい中で抜かれてしまうってことなんでしょうね。守りも準備できませんしね。いや今のももう完全に置いてかれましたもんね。やりましたよ今のは。逆転のね、逆転を許すシーンでしたけどもね、助かりましたよ。スペインの選手やあるいはスペインのサポーターとしては本当にヒヤッとした場面だと思いますが、ミシモビッチのシュートミスには助かりました。しかしこれボスニア・ヘルツェゴビナがこれだけの力を持っているということになりますと、このグループ抜けるのもまた容易ではないということに宮澤さんなってきますよね。これ大変です ね、 ねえ、さらに難しいですよ。オリンピックに出場したセルビア・モンテネグロ、さらに前回あの日本とワールドカップで対戦したベルギーがいる。いやどうなってしまうんでしょうねこのグループをね。こういうゲームをね、あの落としちゃいけないですよね。本当にアウェーで戦ってても引き分けなきゃいけないっていうようなね、はい、ことになってきますよ。各グループ、まあ、8つのグループがありますが1位になりますとそのままドイツ行きの切符を手にすることができます。2位になったチームは、まあ、残りの8チーム、2位になったチームはできるわけですが、その一番いい2つのチームがワールドカップ出場決まって、残りの2位の6チームの中でまたこれ対戦して勝つと、はい、まあ、半分がいけるということになります。もうチャンスになった、まあ、ですから最低でもグループの2位にならないとドイツへの道がもう閉ざされてしまうということになります。まもなく後半の35分になります。スペインそしてボスニア・ヘルツェゴビナの初戦1対1同点。ビセンテが左足で蹴ってきますがややミスキック気味になりました。拾ってバレロン、まだしかしバレロンやシャビアロンソを入れてからの効果あるいはそのモリエンテスが入った良さみたいなものがスペインは宮澤さん出てないような気もするんですが、そうですね、まあこの試合通じて熱い攻撃っていうのはさせてもらってないですよね、スペインの方はね。だから選手の良さっていうのがほとんど出てこないですよね。ファールです。ビセントのファール、プジョル一旦キーパーまで戻しました。引き分けでいいとはスペインも思ってないでしょうけれども、ただあまり試合の出来が良くない、1対1の同点で残り10分を切って、さらにボスニア・ヘルツェゴビナの方が選手の交代を考えています。7番のセンターフォワードのボリッチです。まだ選手の交代を考えています。ボスニア・ヘルツェゴビナ、スペインの方はもう3人の交代枠は使っています。かなりサポーターの方もエキサイトしています。18番が見えましたのでフォワードのハリロビッチ、25歳のセルビア・モンテネグロでプレーする選手です。なおかつフォワードを入れようというボスニア・ヘルツェゴビナ、ただボスニア・ヘルツェゴビナのスリシュコビッチ監督としてはこういう展開であれば1じゃなくて勝ち点3って思いもあるでしょうね。取っておきたいっていうね、そういう欲も出てきますよね、します。左サイドバックのムシッチ、ムシッチ、上がってきたクレケズ、途中から出場したクレケズにはボールはつながりませんでした。レジェス、レジェスのパスにモリエンテス、モリエンテス抜ける、モリエンテスが前が空いた、モリエンテスのあとかわして、かわしてここでパスを出してシュートだ、パスしてしまった。いやビッグチャンスでした。今度もビセンテ、ビセンテが外しました。でもオリエンテス打たなかったですかね、今コースやったでしょう、 あったと思いますし、最後はもうボールこれビセンテの前浮いてたと思うんですよね、はいはいはい、
弾んでね、相手のコースありましたよ。これ打ってよかったと思いますけどね。なんで打たなかったんでしょうね。見てる方も確かに騙されましたけれども、ただモリエンテスが打った方が今9番のバルバレスが飛び込めない状況でいましたんでね。だと思いますね。コースは空いていたと思うんですけどね、はい、ここでボリッチを変えます。ボリッチに代わってハリロビッチを入れます。今日はボリッチはまあもちろん同点ゴールもありますけれども、いやいいプレーありましたよね。いやもう本当によく動いてましたね。いやスペインとしては決定的なチャンスを逃してしまいました。モリエンテスがシュートを打ちませんでした。最後ビセンテに任したボールでしたが、ビセンテがシュートをミスしています。そのビセンテ、17番途中から入ったブラトニャックです。左サイドのムシッチから、ゴール前には8番のベシュリアも詰めています。こういうセットプレー気をつけないとありますよ、はい、長身の特にハリロビッチをゴール前に上げています。まもなく後半の40分になってきます。ブラトニャクが蹴ってきます。1対1の同点、スペインが先制、そしてボスニア・ヘルツェゴビナが追いつくという展開です。ただゲームを支配しているのはボスニア・ヘルツェゴビナ。スペインとしては苦しい初戦になっています。入ってくる、キーパーのカシーリアス出ています。レジェス、今日はこのレジェスは90分出てきます。ラウル、ラウルは後半の立ち上がりのシュートがありましたけれども、それ以外は宮澤さん全く目立ちませんね。そうですね、まあ、レジェスのスピードもうまく使われてませんしね、ちょっと攻撃はねうまくいってないですよね。この試合の5日前に行われた親善試合、スコットランドとの試合でラウルはPK を決めました。シャビアロンソが蹴ろうというところに監督の指示でラウルに蹴らせたそうですけれども、ああそうですか。その後もラウルと監督が練習後や試合後に話し込む姿がよく見られているという情報ですが、まあ、ですからルイス・アラゴネス監督としてはなんとかラウルにまた立ち直ってエースとして回復してもらいたいという思いがあるんだと思います。あと中間、モリエンテスが飛び込んできました。モリエンテスとハサギッチがぶつかりました。いやー激しいプレーでしたけれども、ゴール前に非常にいいボールが来て飛び込んできたのはモリエンテス。これフォワードとしては飛び込んできますよね。そうですね、しかしキーパーのハサギッチもよく出ていました。出てなかったらフリーでしたね、モリエンテス。そうですね、非常にディフェンダー話してましたからね、はいはい、キーパーから声かかったんでしょうけども、大丈夫ですかね。トルコでプレーしていますゴールキーパーのハサギッチ、今日はこのハサギッチが好判断で前に出てきてね、はい、スペインの攻撃のチャンスを積むという場面も多く見られました。キャプテンのバルバレス、ハサギッチが立ち上がっています。ただまあスペインとしては今大きなチャンスを使いました。明日簡単にゴール前にというプレーもこの試合あまりないんですよね。そうですね、クロスボールから競るっていうのはほとんどないんじゃないですか。初めてだったんじゃないですかね。そうですよね、ですからほとんどフォワードが競ってキーパーとっていう場面がないんですよね。ないですね。プジョルが戻ってきます。途中から入った18番のハリロビッチ、プジョル一旦戻してイバン・エルゲラ、エルゲラからのロングボール、まあ、この時間帯になりますとやはりゴール前に早く運ぼうという思いがあります。それと相手のねやっぱり陣形見た時に、エルゲラが見た時にかなり前からかかってるから、中盤に渡すってことはできないでしょうね、怖くてね。バレロン、バレロンへのプレーですから、ロングボールがスペイン増えてきましたが、レジェス、レジェス、
ラインまだ割ってません。レジェスが右足で入れてきます。ゴール前、うん、ブリエントスですが、その後ろからナウル。ナウルはもうあの後半立ち上がりのシュート1本でしょうかね。そうですね。いやこれ見ますとラウルの不調説っていうのは宮澤さんどうですか。僕は逆に言うとチームの不調説、チームの中盤の、核がいないなっていう感じがね、非常にしてならないんですけどね。ラウルから飛び込んでくる。またマイナスのクロス、ビセンテが入れようとしました。なるほど、ラウルにボールを出す選手がいない。そうですね、前線2トップラウルとレジェス組んでる時も誰が作るのかなっていうね、ところがありましたね。ビセンテのコーナーキック、近いサイド入ったよ。ああ外ですか。外ですね、枠の外ですが、最後はロメロ。ロメロが、いや入ったかと思いましたね。入ったかと思いましたね。あロメロが競り勝ってますけれども、わずかに枠の外でした、相手の前に入ってスラしましたね。惜しかったですね。左サイドバックのロメロも33歳のベテランになります。ただこのルイス・アラゴレス監督は7月1日に就任して選んだメンバーは、ほとんどがこれまでのメンバーでした。ただレジスなどが一旦代表からユーロの時などは外れていたのをまた戻しましたね、はい、バレロン、本来はその作る役目としてはこのバレロンなどが期待される選手だと思うんですよね。そう思うんですけどもね。レジスが一旦下げてバレロンからシャビアロンソです。シャビアロンソ、右サイド、ビセンテ、ミチェル・サラヴィアが上がってきますが、それをおとりに使って中に入ってラウル、後ろにモリエンテス、モリエンテスは、モリエンテスは打ったシュートだ。惜しい。先ほど1回打たなかったモリエンテスですが、ロスタイム5分です。ロスタイムはまだ5分あります。今度はモリエンテス打ちましたね。打ちましたね。ただその前のビセンテのキープっていうのがちょっとあったりして中に入ってくるというね、そういったところで今フリーができてるんですよね。ですからビセンテなどがやはりあの前向いてスペースがあるときなどはね、はい、シュートを打った場面もそうでしたけれども、キープしてためを作る、はい、そういった意味では時間をかけて、まあ、フリーの選手を作るっていう時間もあるんですが、ありますよね。ただ本来そういうのは中盤の選手がね、厳しいマークを背負いながらでもまだここビセンテ入ってきてますけどね、はい、こういう4人のつながりでね、まあ、いいですね。崩れますよね、こういう動きされるとね、はいはい、レジェスからビセンテが今度は中に入ってきます。やはりですから中盤バラハとアルベルダがいるよりはそのゲームを作るのが得意なバレロンやシャビアロンソが入った方がボールの周りとしては良くなるはずですよね、はい、だと思いますね。ただそうすると中盤のディフェンスがどうしても弱くなってしまうという部分があるのかもしれません。最初手堅くいっといて攻撃に移りたいときにアルベルス監督がこういうふうに変えてきたんだと思いますけどもね。一方のボスニア・ヘルツェゴビナの方はボリッチ、バリッチといった2人を変えてきましたけれども、その後の攻撃はどうでしょうか。まあこういうねディフェンスができているうちは早い攻撃はできると思いますよ。右サイドからサリハミジッチ、8番のベシュリアがかなりゴール前に入ってくる時間が多くなると、この右サイドバックのサリハミジッチが上がってくる時間帯も増えてきます。15番途中から入ったクレケズ、ロスタイムは5分あります。この5分で両チームがどういうふうに思うか。そうでしょうね、ボスニア・ヘルツェゴビナの方は依然としてどん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 プレッシャーかけてボールを奪いに行っています。スペインの選手の方はこれかなり疲労が溜まってきています。ラウルからレジェス、ロメロが上がってきます。レジェスからビセンテが右サイドから中に入ってきています。ラウル触る、バレロンです。バレロンはテクニックがあります。ラウルのスルーパス、レジェス反応できませんでした。
引っ張られたんじゃないでしょうか。あ、なるほどね。レジェスとしては反応できたはずでしょうね、はい、持ってこいのボールですよね。スピードある選手に縦のボールというのはね。スペインのフリーキックになります。壁も一枚ですからね。バレロンが曲げてきた。プジョル、ディフェンスラインはあまり上がりませんでした。ただ裏を狙ってくる選手がいなかった赤いユニフォームのスペイン。ロスタイムは5分になっています。1対1の同点。レジェスがプレッシャーかけに来ます。ボールの出し所をボスニア・ヘルツェゴビナが探しています。ラウルまだ見せ場が今日は1回だけ。9番のバルバレス、ボリッチとバリッチがいなくなったからなかなかゴール前で起点ができなくなりました。ボスニア・ヘルツェゴビナ。3番のロメロ、ロメロにバレロンのところにプレッシャーかけてボールを奪います。右サイドのベシュリア、バレロンもね、ああいうアイディアはいいんですけど、あれが通らないとね、いや、ミスになりますとこうやってピンチになりますよね。ピンチになりますよ、これがね、監督さん怖いんだと思うんですよね。あ、バレロンなどね、テクニックは高い、いいパスが出るんですけれども、あの辺りで詰められてボール奪われると大きなピンチになります、だったらワンタッチツータッチで簡単にさばいてくれる選手を使ってこうという気になったりしますよね。まあ、そういうタイプはスペインはやはりバラハかアルベルダということになりますもんね。いいんだと思いますね。ファールです。スペインボールになります。ロスタイムは5分です。そのロスタイムの5分が近づいてきています。1対1の同点。あ、何かスペインの選手が、あ、ここで試合終了です。スペインの初戦、ボスニア・ヘルツェゴビナとの対戦、アウェーゲーム1対1同点に終わりました。両チームに勝ち点1が入るということになりました。ドイツに向けてスペインの初戦、1対1の引き分け同点です。いや、ボスニア・ヘルツェゴビナのスタッフなども選手も喜んでいます。大歓声にキャプテンのバルバレスも応えています。1対1の同点、引き分けに終わり。負けということになりましたけれども、さあ宮澤さん、はい、スペインの2006年ドイツのワールドカップに向けての初戦はどうご覧になりました。まあ、あの難しいゲームになると言われてて、そういうゲームを一日で引き分けたわけですから、アウェーで、まあ、良しとしなきゃいけないんですけども、ただルイス・アラゴレス監督のスペイン代表というのはまだ乗ってないなというね、勢いはまだないぞという感じは本当にしましたね。
これからだと思います。7月1日に就任をしてまだ3試合目ですからね。そうですね、まだレディースがどちらサイドやるのか、選手の良さというものがね、少しまだ出てないなという感じしますね。一方のボスニア・ヘルツェゴビナですけれども、いやこれ、このグループ7、グループ7の中でね、大きな存在になってきそうですよね。暴れると思いますよ。これベルギーも他のリトアニアもね、苦労すると思います、ね。はい、そのボスニア・ヘルツェゴビナの何かこう恐ろしさというの